ピオリア軍はアメリカ合衆国イリノイ州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は186,494人であり、2000年の183,433人から1.7%増加した。軍庁所在地はピオリア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ピオリア軍は5つの軍で構成する。 人口約38万人のピオリア大都市圏の中核軍である。ピオリア軍は1825年にフルトン軍から分離して設立された。軍名はこの地域に住んでいたイリニュエク族インディアンの中のピオリア族に由来していた。イリノイ川バレーの西側からシカゴガーリクソの大半を含んでいた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は630.60平方マイルであり、このうち陸地619.21平方マイル、水域は11.39平方マイルで、水域率は1.81%である。主要高規格道路空港群内には、下記の公共用途空港がある。近年、軍庁所在地である、ピオリア市の平均気温は1月の下市14度から7月の、 過去最低気温は九百八十四年一月に記録された過二十七度であり、過去最高気温は九百三十六年七月に記録された過去百十三度である。月間降水量は一月の一点五零インチから五月の四点一七インチまで変化している。以下は二千年の国勢調査による人口統計データである。 ピオリア軍は、下記20の軍区に分割されている。下表は位置関係も示す。ありがとうございます。